皆さんこんばんは、ムカキンキングです。今日の動画は最強フェイント、はい、ということで本日の動画は FIFA モバイルをやる上でこちらのフェイントはね欠かせないというフェイントをご紹介していきたいと思います。その前にね、昨日ちょうどね生放送を終えてきて、 FIFA モバイル公式の生放送を終えてきてめちゃめちゃ楽しかったです。あの出演者の方々めちゃくちゃねフォローしていただいて、このお助けいただいて、そしてめちゃめちゃいい人たちで最高でしたね。まあその時に試合も行ったんですけど、その中でね、あの結構このフェイントを使ってたんで、このフェイントやっぱり強いので皆様にね、あの教えていきたいなと思うんですけど、まずね試合でねこちら実践していきたいと思います。さあマッチはするか、今はね3位だったんですけど、ちょっと目を離した隙に6位になってしまいましたね。ちょっとマッチが遅いので試合まで飛ばしましょう。さあマッチしました。ということでお相手さんは、これは僕のフォーメーションですね。お相手さんは163ぬこさん、91133、強いですね。47万、僕の10万下ですね。 OK です、行きましょう。ちょっと強そうですが、でグッドラックということでよろしくお願いします。これですね、僕が強いフェイントと言ったらこのシューキャン、取られそうだったらシューキャンして離れたり、やっぱ逆に切り返すときにシューキャンで、こうやってシューキャンで切り替えるとめちゃめちゃいいんですよ。これは本当におすすめです。こんな感じですね。でこれやってな、一回後ろにこう持ってちょっとやりすぎましたね。ここで中に切り込んで、いや惜しいね。ちょっと今のは相手の方向に行き過ぎましたね。ちょっと相手と離れたところにあえてシューキャンで切り替えるとめちゃめちゃ抜けます。そしてね、やっぱメッシュとか右でねドリブルした時に根下の位置にね切り替えして根下するとめちゃめちゃ最強なんですよ。さあこれいいですね、メッシュ上がってますね。さあこっから中に切り返して、あーちょっと切り替えが甘かった。切り返してで、ここもいける。うわ、ナイス、これ。これ強い。からの。いや、惜しい。お、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 わあ。いや、まだ。いや、惜しいね。そう、今のね、トラップするときにもね、シューキャンを入れると、そのまま一気にグンって抜けるんで、ドリブルして、ここ。さ、からの、切り返して、これ、いや、シュート。いや、中入れて、草、切り返して、パス、縦、切り返して、シュート、いける、いける、シュート、いや、待って、くぅ、マジか、惜しいな、惜しいけど、惜しい、きた、チャンス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 、それ切り返して、ナイス、これ、絡む、これ、切り返して、切り返して、ちょっとやりすぎた。いや、やりすぎてはないけど、ちょっと下手くそでしたね。そうですね、あれを、相手のいない方向にね、しっかりキックフェイントできると、めちゃめちゃいいです。ありがとうございました。もう一試合行きましょう。一試合じゃちょっと足りなかったので、もう一試合ね、見ていきましょう。ということで、次の試合行きましょう。はい、ということで、マッチしました。さあさあさあ、これは2試合目ですね。先ほどと、同じ方かな。 OK 相手の方頭抱えてますね。さあ次はちょっとねしっかりね勝っていきたいというところ、先ほど同点だったんで、さあ行きましょう。パスパス、サイド上がってくる、しっかり使って戻して、中立て、さあここでちょっと詰まりそうな時は、ちょっと俺が下手くそだな。あえてちょっと詰まりそうな時だったりした時に、相手から離れてね、シュートキャンセルを使っ、キックフェイントかな、キックフェイント使ったり、こんな感じに。いいぞ。
さあここグリーン、やばいな、俺が下手くそすぎて。おパス、オッケーパスパス、さあここ、さあここ、いいや、ナイボ、はい、いやー素晴らしい、いやーナイスパス交換、お見事、いやありがとうございます。お相手方めちゃくちゃいい人ですね。ここでシューキャン、はい、うーナイス、向こう空いてる、来たメッシ、これいいコース持っていきたい、来た、あーあ、ちょっとシュート落ちた、オッケーナイスカット、シューキャン来た来た、いや惜しいな、いやーでもやっぱシューキャンいいね、最強フェイントだ。シューキャントラップナイス、からのシューキャン、いいや、いいやー、ブラボー、これはすごいわ、このシューキャンのトラップ時にシューキャンめっちゃ最強、はい、いやナイスゴールといったところで、さあ中入れて、おっと、押して向こう打って、シューキャントラップして、こういけるか、こうか、いやナイス、はい、いやメッシドリブルしやすい、そしてコンガ、コンガからのこぼれをしっかりね、ナイス、いいとこいた、素晴らしい、3対1ということで、さあクイドプレス、プレスかけに行く、プレスかけに行く、おう、やばい取れない、プレスかけに行く、やばい、センターバック上がってしまっている、 OK、 さあこことして、ここ、あそこじゃない、ちょっとミスった、やばいやばいやばい、やられたやられた、プレスプレス、いいや、ナイス、もう一回、もうナイスだけど、もう一回、ここら辺は2枚プレスで、ちょっとまずい、いやまずい、さあここ2枚プレスいきたい、 OK ナイスってことで勝ちですね、いやナイスプレー、2試合目はね、シューキャンが光りましたね。まあこれね、これをやれば結構得点入れれますし、結構長い時間キープもできますから、これ本当におすすめです。皆様もね、ぜひ真似していただいて、またね、すごい使いね、いい、使いやすい、フェイントとかね、良いフェイントとかあったらどんどん動画にしていくので、またよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。